更新する五国団委員。五国団の指導者、エルンスト・シュターレンベルク五国団は、1920年代から30年代にかけてオーストリアで盛んに活動していた右翼系の準軍事組織である、郷土防衛軍とも訳す。当初は第一次世界大戦後の外国軍の報復に対抗するための義勇軍的組織であったが、 次第に、オーストリア社会民主党などの社会主義勢力などに、対しても、武力行使も含めた攻撃を加えるようになっていった。1930年代には少数ながら、議会にも進出して、共和国政府内の連立政権にも参加したが、オーストリアナチストの勢力争いに敗れて没落し、1936年に、 与党として参加していた、クルトシュシュニック内閣の政権強化策の一環として、事実上解体された。五国団の最大の弱点は、政治理念の欠如であった。五国団は、地方の農民層とカトリック層を中心として組織、されていて、その共通認識において、反社会主義、反ウィーン、反信仰階級という点では一致していたものの、 大半のメンバーにとっての関心事はあくまでも自分の住んでいる地域の秩序維持の問題に限定されており、規制の政府を倒して新政府を樹立しようという発想はごく一部であった。団員数40万、実動3万という評価は決して矛盾しているものではなく、保守、カトリックの理念に基づいた現状維持を望む団員が多いことの反映であった。 世界恐慌の中においてもそういった姿勢を変えなかった。こうした五国団の大人たちの姿に失望した変革を望む若い世代はより強力なスローガンを全面に掲げて活動をしていたナチスの方に魅力を感じ、後に五国団からの離反者とナチスへの転向が目立つようになっていった。ありがとうございます。